私は芸大のデザイン科を出ましてですねそれから大学院をその文化財保存学というところに進みました、うん、それでその時にあのこういう古典技法とかそういうものを学びましてそれで私の独特の絵の描き方っていうのは裏側から絵を描くっていう裏彩色っていう彩色方法を自分で考案いたしましたただこれはその平安とか鎌倉にあの仏画の時に使われてる 技法で、それを紙にこう転用するっていうのはあの私ある意味ではその時に使ったのが紙をその規定のベースに入っていくっていう技法なのでそれでこれがその文化財に転用できるんじゃないかということを考えて開発したのが今回のこの今のクローンで使われている技法なんですけれども絵の 裏からつけていくんじゃなくて印刷したものをその待へ遠のある規定材に張り込むとその下の規定材の質感を拾ってただこれは薄い紙に書かなきゃいけないので今までその薄い紙に書くっていうことそして今やってるこのクローンの技法っていうのはこの薄い紙に要するに原画を印刷するっていうことなんですよね。で今までそののいものにもに 印刷ができないと硬いものとか厚いものに印刷できないと同じように薄い紙にも印刷するのは非常に難しかった巻き込んでしまうそこで昔からのその古典技法を使って薄い紙を裏打ちしてそのプリンターコがでプリントアウトできる厚さにしてプリントアウトしてそれを外して規定材に貼るというこの技法を考えたんです。 大学院時代に勉強したその古典技法裏打ちの技法っていうものがこの今のこのクローン文化財の規定になってるわけですだから今私の絵の描き方も全部そういう薄い紙に描いてそれから裏打ち紙やもみ紙という紙を作ってそれに貼り込んでいって下地のマチエールとそれから上に描いた絵そして紙の裏側からも色をつけるっていう。で今 絵画っていうのは厚塗りになってどんどんなってきてますけど、うちはその規定材をその後ろに持ってきたっていう。で、西洋のこの考え方っていうのは要するに遠近法でパースをつけていく描き方。ただ日本の絵の描き方というのは、この本来の古来からの描き方っていうのは要するに上が遠径で下が近径だって考え方なわけですよね。だから落中落合図なんかも上にこう送り込んでいく。そしてもう一つはその 目が染みるっていう、要するに縦に染み込んでいって遠近感を出す。これがまあ西洋、まあ、日本東洋の描き方で西洋の描き方と全く違うところである。そこでこの描き方を応用して今制作をしております。あのデザイン科の時はあのほとんどのま工芸の技法っていうのは習得しまして、あと日本画だけ。 やってなかったので、で、大学院はその保存修復というその古典技法と、それからそういう表具の技術。ということを学ぶために大学院に年行ったんです。で、本来のはデザイン科に帰る予定だったんですが、そのまま。あの、日本画の方に住み着いたっていうのが現状で現在に至るってことで。まあ、そこで、あの平山エコセットであって。それで、まあ、先生にはすごく可愛がっていただき、またいろんなことを教えていただいたおかげで。まあ、この日本画っていうものの社会に入ることができたわけです。 今これはプ、えっと、プリリンンタタターーでで普通ののデジタルのプリンターでやっておりますもうすごくこの技術が進んできてすごく高精細でできるということと、まあ、当時はこういうことに印刷するのも、まあ、ピンボケがするそれからカメラの画素数が少ないということでこんなクリアにできなかった、まあ、その段階において私は手材式で手書きでやって,て手材式でやってたのでそれは問題なかったんですけども。 だん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 そういう意味ではこういう写真の高度な技術が進んできたそしてデジタルっていうのも進んできたそれでここでやってるのはまず最初にここで取り掛かったのはパソコン作りから始めたってい,う、A、あのいわゆる高精細のパソコンを既製のを買っていくんじゃなくて。 秋葉原行って部品を開発めてきてまずここで始めたのはそのコンピューター作りから始めて高精細なプリントアウトができるところまで開発したのがここの第一歩でございます。え裏打ちというその紙を重ねねていく技法なんですよ、ね、これはまあいわゆるあの古典の要するに古賀の修復では当たり前に使われている。 そして日本にはのりというしょうふのりというものがこれが可逆性というのは持っていてのりはつけて外すたつきたり外したが自由に水でできるっていう、まあ、こういう日本の独特の技術とそれから和紙の技術でとっても薄い和紙がすいてもらえるだから今私が使っている紙ももうあの元の人間国宝の古田さんから今は長谷川さんというその方が何月についた紙っていうのを指定して私は絵に使っております。 だからそういう意味では昔の古典技術っていうのが今に要するに生かされているだからそういう技術者がいなければこの技法も要するに存在しなかっただろうと思うわけですよね。まあ、デジタルとアナログが融合したってで我々学生の頃はこういうデジタルを使うのはご法度とあったので全部手でやりなさいだから1年に1点ぐらいしか申し上げてできなかったんです。ただ今は すごいスピードでできて、あの後ろにあるホーリなんかも、まあ数ヶ月でこういうものができるようになった。それで今までのそういうものっていうのは長く時間がかかった、経費がかかった。それで昔はその一流の絵描きさんを五年十年拘束してその小顔の伝承のために使ってたんですよね。ただそのそういう先生方をそれだけ長く拘束するのは非常に難しい。時間がかかるということとその時間に。 対して経費がかかるっていうのが最大のネックだったわけですよねあとその作家の人がやるとコ癖が出るっていうえ描きさんの癖が出るんで我々がその法隆寺の混沌兵器が見てもこれは誰々にの申し上げだよ先生の模写だこれは誰だするのことが我々の目から見ると全部わかるんですよねだからそういう意味ではその客観性っていうものがその模写の中に必要かどうかだからいわゆる 主観性っていうものがかなり張ってるんである意味ではその客観性っていうものをその模写の中にも取り入れていくことが我々大事じゃないかと思ってこういう形のものを進めましたただ最初はすごく反対があってその感情が映らないんじゃないかって手で書くことによってその感情移入ができるからやはりその感動はデジタルでは映し取れないっていう。 そういう反対はありましたけど、現在では我々が作ったもので、たくさんの方が感動してくださってるんで、そこら辺はクリアできたのかなと考えております。それとですね。やはりアナログの力が大きいんですよね。デジタルだけでは成し得なかったことが、そのアナログである。例えば色の再現するん。でも、その今はも古直前としてて、その色がどういう起源だったのかってことはわからないわけですよね。で、私はまずそこで色っていうもの。当時使われた色は？ どこののの産地のものかというそういうこともいろいろ調べていくとやはりあの今日本画で使っている群とか六章は全部アアメリリカのアリゾナ産なんですよねだからアメリカ製の絵の具で日本の画を描いているっていうことになるわけですよね。ただもともとはアメリカじゃなかっただろう私の考えでは今後の方からの石学を知ることを伝ってきてたじゃあその元の色っていうものをどう読み解いていくか。 だから音音楽に絶対音感っていうのがあるあれは音差ででやるるからら絶対的にその周波数は限られてるわけですよねただ色に関しては絶対色感というものが存在しないのでもしかしてみんな違う色を見てるだからその中でまず基準になる色を自分で見つけ出してやるっていうそこはデジタルでは発見できなくてアナログの絵描きとしての感というものが働いてくるしそれぞれのその 見方考え方によって色が変わってくる。ただ、色の場合は絶対指揮官はないので、ある人のその指揮官が基準になるだろう。というそういうことなんです。だから、そういうことがま1つの感動をどう呼び起こすかっていうことに繋がってくるし、それで印刷出てくる。その緑と天然の色の緑も違うわけです。だからちょっとでもそのニュアンスが違うと絵描きはそれに対して非常にこう。 似て非なりのものと解釈するし、またその性格が合っていると違ってても、これは許容範囲だっていう。こういうそこら辺の感覚っていうのは、やはり独特のものがあって、そういうものをこの絵の中に入れてあげれば、かなりの精度であの感動できるものができるのではないかということができてきたわけですよね。それと、デジタルを使うことによって、その今まで見えなかったもの。要するに赤外線とかあのそういうものを使って。 蛍光 X 線とか使いながら今まで見えなかったものを科学的な分析することによってかなりの解明度が出てくるまた今まで美術史の先生が自分たちが研究されたもので研究された文に書かれたものは視覚的には見えなかった文字でしか見えなかったものがそういう先生たちのご協力を得るとここはこうだってあろうああだってあろうという文献からも引っ張り出してくることができるので。 我々のこの黒文化ってデジタルとアナログっていうものもありますけれどもそこに多分野の人科学的な分野とか美術史的な分野とかいろんな人からの意見を聞くということによってこの今の新しい領域ができてきた今まで縦割りだったのがその横に切ることによってあのいろんな形で新しいこういう文化を残していくことができるっていうことが言えるんじゃないでしょうか。 あの日本画っていうのは例えば「にかでで「ーく」とかそういう煩わしさはすごくあるんですけどもでも実は日本画の最も要するに優れてるところ、まあ、これは江戸文化に言えると思うんですけどもある意味ではその「とらわれ」からの解放法ああしてはいけないこうしてはいけないああしなきゃいけないこうしなきゃいけないから解放されてああしてみたいこうしてみたいっていう新しい挑戦にあるわけですよね。 うん、そういうものがこの我々もこの日本画を通してこういう新しいイノベーションの世界でもその既成のものにとらわれることなく新しい試みをどんどんあの勇気を持って挑戦してみるということがこの今回のイノベーションの軸になるだから今まではこの世界は文化財保存学とししてて成立してた要するに過去のものをどう保存していくか。 だから、いかにオリジナルに近づけるかということはあったんですけども我々はその保存から我々は文化継承学っていうこの文化をいかに次の世代に継承していくのかっていうことに対して我々は未来に提唱していく提案していくっていうことが我々の使命じゃないかと思ってるんです。そういうう、いい意味では、最初にそのクローン文化財っていう その同じものを作るところから次に進化したのがスーパークローン文化財でいかにオリジナルを超えてみせるかって今までオリジナルを超えるってことはタブーだったんです要するにそれれは嘘だって言われるでも我々はそのことの批判を甘んじて受けながらも我々は次の世代に我々のこの文化を継承していくことをきちっとしていかなきゃいけないんじゃないかっていうことで今我々がやってるのはその スーパークローン文化財になったってどういうことかというと、その未来に向けた文化継承学にのっとった、要するに文化の継承方法を我々は今模索しているところでございます。すね、はい、あの印象派っていうのがありまして、はい、印象派もすごくこの日本の影響を受けているんです。例えばゴッホでもゴーギャンでもみんなあの日本の要するに技法を真似しているわけです。それは何かと言いますと、例えば絵の具を盛り上げるっていう。 でこれは印象派絵の具を盛り上げてるけど日本側というと日本が江戸時代にもあの東博とか光琳とかが絵の具を盛り上げてみせるんですよね。でその盛り上げたのを見てやっぱり印象派はそれまでのルネッサンス以前のは全部薄書きで書いていたのが絵の具を盛り上げていい。でそういうことを向こうの人が影響を受けてるそして形もそれまでは写実的に書かなきゃいけなかったのが要するに江戸文化で大久保れとかで 誇張しててせるっていうでこういうものが世界に与えた影響はすごく大きい印象派に与えた影響は大きいそれは全てが、まあ、ある意味での江戸の持っている鎖国をすることによって中で発酵してきた要するに発酵文化っていうものが原点にありそれが世界に与えた影響はすごく大きいだからよく言えば日本画を見てなんか油絵みたいですねっていう方が多いんですけども私から言,言えば逆に油絵を見て日本画 ゴッホを見てて日本が的でですすねっいいううこととも逆に言えるんんじゃないかと思うんですだからそれだけやはり世界に影響を受けた日本の文化っていうのがまだまだこれから今後いろんなところから評価されてくるまた新しいことをやはり日本の文化っていうのは率先してやるべきだということを考えております。あのまず最初にこれを クロー文化った時にいわゆる元作作りだってことを言われたんですあのこれを作ってどんどん作って世界に発信すると世界中のマーケットがぐちゃぐちゃになるし我々今これ科学的な分析しているので例えば絵を撮って科学的な分析データをもらってこれを作りますのでそうすると科学的な分析では本物と偽物のくばつがつかなくなる可能性があるんですよねだからそれを我々は一番危惧してましたし またそここでいいろんなとこからのご意見をいただきましたただ私はこれを贋作だと思ってなくてこ,のこういうことをすることによって多くの人にが文化を享受できる受け取ることができるっていう意味ではこれやるべきだただ問題は何かというとこれを要するに無制限に作ったものを放出してしまうと要するに本物と偽物の区別がつかなくその管理の問題だと思うんですよね。 そこで我々は今回作っているこのクローンは全部うちの大学が管理してそしてあの民間ににははこれは全部外には出してないんですただその持っている美術館オリジナルを持っている美術館にはこれを提供していきたい。 フリア美術館からも来てるんですけれどもフリア美術館はあの一切貸し出し置き門外不出でやってるとところが自分たちはすごく優れた文化を持ってるけどこれをきっとクローんで世界に発信できるんじゃないかということをすごく期待されてるわけです。で例えば我々が作った「法理の釈迦三尊像も」もこれは家の門外不出なんです。だから釈迦三尊像を世界で展覧会したことがありません。 ただこのクローン文化財を作ることによって世界で法律の釈迦さん僧の展覧会ができるこれは今お亡くなりになった大野先生ともお話ししたら大野先生もそれはすごく素晴らしいことだと言ってこのクローンを作るご許可をいただきましたこういうふうに少しずつ少しずつその社会といろんな人から理解をいただいてやっとクローンというのがクローン文化財が世界で認められてきました。 これはあのサミットにも出た時にフランスの前大統領オーランドさんもこのことに対しては非常に興味を持っていらっしゃるそれからルーブルのマルチネス館長もこのことに対してはすごく理解していただいててやはり文化っていうのは独占ではなくて共有すべきだとただその時に無制限にこういうものを世界に発信すると全てのものが要するに混乱するとそして最も大きな問題は流出文化財の問題が出てきます。 流出文化財っていうのは、その持ち出されてしまった文化財。これをどういうふうにして、その持っている国と美術館とか共有することができる。その方策は、あの、この間のアイコンの時でも、もうその流出文化財の問題が出ました。ただ、今、このことを表にあまりすると大事となるので、もうちょっとこういう。今のクロ黒文化財とか、こういうものが成熟した段階で、世界中でその美術館と。 その取蔵先っていうものが話し合って最も優れたその所有方法を考えようじゃないかってでその時に考えたのが我々の考えたスーパークローン文化財でそれでオリジナルをを超えたものを作るっていうその時に顔が欠落したり手が欠落したものオリジナルがそうであってもクローンではそこの部分は復元して有数持つっていう。 ただ今の文化財の方法ではそのオリジナルの手を加えるってことはタブーなのでだからオリジナルの手を加えないでそういうものをこう作り出してどちらかがオリジナルを持ちどちらかがそのクローンで作ったその欠損前のものを持つっていうことこれは一つの流出文化財を考える上でも大きなキーワードになるんじゃないかと思っております。それと、オリジナルをその常時展示できない、やっぱり、 今日本ではは国宝は何ヶ月かという限定がありますだからほととんど外国国の人がが日本にに来てて宝が展示されいいる機会に巡り合うことは少ないだからすごい日本の国宝の評価は低いんですけれども日本の国宝の価値っていうのは世界でトップクラスそれこそモナ・リザに匹敵するぐらいのものが日本にはたくさんあるわけですよね。それをきちっと皆さんに見ていただくそのクローンでできた国宝美術館っていうものは作りたいなと思ってますし。 でそれで極端なことを言えばそれが触れる文化財だから今まで文化を触るということはごはっとタブーだったんですけどもそういう,こうみんなで触ってみてもらえるだから子どもたちはちょっと近づいてやっぱり手で触りたいっていう衝動が駆られるでも人間は今この目障りっていう昔は目で触って感触を確かめたのが今は目障りっていうことはマイナス要素に使われるようになってきた。 だけどその目障りっていう言葉が一つの文化の中心になってくるような社会を作りたいと思っているわけです。そういう意味ではこののののクローンいいいううものの価値っていうのは大きくく変わってくるんじゃないか。ただそのためにいろんな弊害とかいろんなことをクリアしなきゃいけない問題はありますけどもそういう点ではすごくあると思うし今我々が予定してるのはそのスーパークローン文化財を一つ超えたハイパー文化財に今進もうとしているわけです。 それでこれはあのそのできた当時建立描かれた当時彫刻作た当時のものを再現するでその再現するときにその我々が分からなかったこと例えば曼荼羅っていうものが作られたときにあの曼荼羅の図形は木製の北極にある形と全く同じものをもう56世紀にはもう取ってきてるんですよね。 それは何かというと、うやっぱりその人間の持っているテレパシーっていうものでその宇宙を見てたっていうで今では考えられないその科学ではまだそこまで進んでないことがあの昔は宗教とかいろんな中には存在してたと我々はそこら辺の解明も今後進めていくためにそのハイパー文化財っていうものを進めていこうと思ってます。 ラホツの部分があった髪の毛の部分が渦巻いてるんですよね。で、みんなラホツは渦巻いてる。それから壁画に描かれている頭の部分に全部ラホツが渦巻きで描かれているんです。で、それはなぜかということを我々解明したときに、今釈迦さん尊像をガラスで作ろうとしてます。で、ガラスで作ると、下からライティングすると、天外に星空が全部で浮かび上がるわけ。だから天外の意味はただ単に上にこう。 上に乗せただけではなくて、それが要するにブロンズで作った。5。6世紀にその画像が宗教家には見えてたであろうという。だから思考が物質に変わる時っていう要するに物の思考が物質に転移して宗教は広がっていってその思考っていう。そのまあ、いわゆる宗教っていうものが。今は何々州よ,より。も むしろ仏様の仏像の方が宗教の本体であるように見えるんですがそのもともとの思考性っていうものを我々はこういうものを作ることによって明らかにしていきたいそしてその本質っていうのは全て宗教の本質思考の本質っていうものを我々は解明していきたいと考えているわけです。過去とと現在と未来はは一体であるるいいうう時間の差っていうの差要するにそれを こう全部重ね合わせることによって新しいものが見えてくるんじゃないかっていう考え方だと思います。昔はその宗教とか哲学とか芸術とか医学とか全部一体化して横並びであってそれがつながってた。今はそれを全部先ほど申しました縦に割られてしまってた。そうすることによってそのジャンル別でしかものが考えられなくなってきた。私はそうではなくてやはりその横に繋がるっていうこと。 だから今回この COI やらせていただいてそういう意味でのこの横のつながりっていうものをすごくきっちり考えていきたいだから今目標としてはバクテリアの研究も今進めてますしうんあの他の大学との協力でその鉄のバクテリアのことも進めてこれも大変な価値を持つものだと思いますしそれからその微振動っていう振動にもそれがその 精神に与える影響っていうのも研究していきたいし。だから、あの芸術っていうことではなくて、すべてのジャンルを包括した。ものの考え方というものを進めていきたいと思っております。今までそういうことがジャンル別でしか研究されてなかった。そして、科学実証ができないと。こういうものは真実ではないっていう考え方から。やはり。 芸術は何かという非実証型科学なんですよねだから実証することが必要がない要するに仮説で物を立てていくことによって最後にそれを実証していけばいいのではないかってそういうものの考え方を持っているんでやはりどん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 発想力を飛ばしてそしてその未来に飛ばしたものを過去と融合させることによって現在を作り出すっていう考え方を進めていきたいと考えております。 あの意外にこのコロナっていうのは私にとってはあのすごくあの自分を取り返すいいチャンスがあってそれで今までいろんなことに足を突っ込んで首を突っ込んでたために自分の創作っていうのがおろそかになってたのでこの期間にずっと朝から晩まで家に行って絵描いてるっていうやっぱりその初心に帰るっていう意味ではすごく私にとっては貴重な時間がもらえたっていう。 そしてやはり自分を見直すっていう意味ではすごく初心に帰らなきゃいけない自分がやっぱりかなりそういう意味でこういろんなところで自己中心的になってたということをやっぱりよみがらせてくれたということでやはりそういう意味ではあの私にとってはすごくいい時間を得ることができた落ち着いて自分の絵に対応できる時間を持てたっていう。 ことで私はとってもあのこれを有意義に使わせてていいただいていますそれよりもやはりその環境をいかに自分が有意義に使うかっていうことが大事だと思うんですだからあれができないこれができないってそこで不満いってもそこは何も前行くことではないと。だからこういうことが起きた時に自分は何をしなきゃいけないのか何をすることが自分にとってプラスになるかということをやはり考える時間を持ついい時間を持つ。 時間だと思うんですだからその時にあのそこで不満を言うんではなくてそこをどう自分で生かすかということは自分にとってすごく学ぶべきこことと大事なことだと思うんですだから自分がどういう身の振り方をするのかどういう対応をするのかっていうことに関してはやはり一度立ち止まってそしてそのこういうものを考えてみるまた自分の振り返って初心に帰って自分のそういうものの考え方 また政策態度というものをやっぱり一から見直すいいきっかけになったんじゃないかと考えております。